NHK 党副党首などを歴任した前衆院議員の丸山穂高氏が、8日、ツイッターで、岸田文雄首相に対して、いや、何が安倍氏の意思に報いるだよと突っ込んだ。銃撃死した安倍晋三元首相の一周忌を8日に迎え、岸田首相が安倍氏のご意思に報いるために、先送りのできない課題で答えを出さなければならないとの思いで職務に努めてきたと語った記事を引用。丸山氏は、いや、何が安倍氏の意思に報いるだよ。対韓外交にしろ LGBT 法にしろ、今の岸田政権がやっていることは、残念ながら安倍元総理の意思に報いるどころか、一矢報いるんだと言われても違和感のないレベルの政策でしょうがとダジャレを交えて苦言を呈した。書き込みにはうまい、と座布団進呈する声、一理あるおっしゃる通り、本当によくもイケシャーシャーと言えますよね、同意、などと賛同する声が集中した。